こんにちは。こんにちは。全部で電気ついてる、ついてる、ついてる、つけた。全部ついてる。キモいぐらいついてる。痛すぎた。本日はですね、セブンイレブンで、はい、つい買ってしまうような商品を爆食い。爆食い。というようなものを催しですね。コミュニキッズじゃん。じゃあコミュニキッズ。おすすめ商品っていうのを僭越ながら紹介して生きながら食べようよっていうそういう回になってます。はい、今日はセブンイレブン部門ですね。はい。ちょっとユーチューバーっぽいね。ユーチューバーっぽい。なんかたまにはそうだよ。やんだよ。ユーチューバーなんだよ。なめんじゃないの。でこれは何どうする作るか。作らない。作らない。うん。でもみんなにご紹介したい。ちょっと食べてみたいけどな。だって開けたくないの。なんでよ。だっていっぱいあんじゃんよ。そうだけど味の感想とかさ言っていいだろ。味が分かってる。分かんないよ。うん、激おすすめのおすすめとか何適当に怖い、めっちゃどんどんするんですよね。これだよ、もしかしたらまだ開いてたら、怖い怖い怖い、まだ開いてたら正常。開いてる開いてる開いてる、やりくさ。まだ開いてるとね、多分なるんだよ。これすごかったもん。結構さ、わざとっぽい。いや、これがずっとあるから、うちは窓のせいになすけど。ああ、窓が。よかった、よかった。うん。うちマジで食べてほしいのは、うん、こちら、セブンの豚汁。うまい。飲んだことある。うまいよね。これガチで、うちなんか誰かに、すげえうまいからって言われて、うん、なんかうちその時なんか、スーラータン、タンスープみたいなの飲みたかったのに、うん、マジでこっち飲んでみたいな言われて、はっと思いながら飲んだら、マジでうまいでしょ。私は桜姫鶏の鶏そぼろとだし飯。うまいよね。私あのそぼろが大好きなんです。わかるわかる。セブンのそぼろはご飯が茶色い、だしが入ってるご飯みたいな。いただきましょう。うん、いただきます。しながらいきます。あ、いけ。これね、魚の水煮、これ多分コンビニどこでも売ってるんじゃないかな。これ本当にうまい。あのね、ツナ缶のこんなさ油一緒に入ってるみたいなのあるじゃん、うん、そんな感じなんだけど、うん、骨まで食える、柔らかく食える、うまい食感。なんかこうポリッ、そうポリッだし、マヨネーズをつけて食べたらお父さんお母さん当てになりますよ。あー、お酒のね。そう、プリップリなの。なんか油っていうかさ、プリプリなんですね。うん、ツナ缶みたいな匂いする。そう、これをさ、マヨネーズ好みによっては七味もつけちゃってください。もう大好きすぎてご飯の上とかにのせるともうサボミが、そう、帰れこれ大好きすぎてさ、うん、もう一日なんかもう箱で家にあって、これは実家、そうそうそう、ご飯の時にあれ出してあれ出してっていつも。うまっ、うまっ。柔らかくて魚の嫌な味がしないの。え、なんか魚あんまりっていう人も、うん、いけると思う。どこに食事管理されてるかじゃあダメだよされてるからってしてもらってんだろな、まあ勝ちますね。てかツナマヨじゃん、ほぼ。まあまあまあ、ツナマヨのなんかそのもっとさジューシーというか、ツナマヨに加工される前の魚を食べてるような感じ、うん、なんかそう、そしんなんかね、魚、うん、プリプリ、あのサバの味噌煮のね、どこが好きだった。私サバのあのプリプリのとこ油乗ってる、うん、まあちょね、優しい食感です。これマジで本当どこの何なの。マルハニチロ。ああ、マルハニチロ、うん、そうそうそう。マルハニチロさんは本当魚に関して本当に天才的。あ、そうなんだ。全部チャーハンとかもすごい。じゃあいただくね。うん、チャーハンうまい。普通、なんか普通、うん、普通なんかその特別びっくりはしないんだけど、そう、なんかそれ食べてきたかった。チャーハン食べたい時に。あ、そう、うん、なんかあのパラパラチャーハンっていうよりかは弱しっとりで、わかる。で、私結構しっとりチャーハンも好きなんです。ネギ嫌いな子は本当におすすめ。いいね、うん、好きなポイントがネギが入ってないところ。これね、これ今食べないんだけど、うん、金ボロね。金ボロ、あのさ、金のなんちゃらって言うじゃん、セブンさ、うん、金のハンバーグとか、うん、金ってすごい名前つけんじゃないかと思って、うんうんうん、正解、金。やばい、本当に。あのさ、お店多い。マジで、うん、そんなに、うん、うちはもうボロネーゼどこの好きですかって言ったらもうこれ。大好き。ちゃんとね、肉の甘みも感じてさ、うまい。ちょっと高いじゃん、金のなんちゃらってついてるやつって。あ、そう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 、その他の商品に比べると。そうよ。でもさ、それなりのさ、やっぱあれがあるよね、覚悟があるよ。覚悟がある、あっちもね。そう、いやだからさ、商品会議とかでさ、なったんだろうよ、なんかこう、目につく名前つけましょうって。なんかこう、幻、幻、うーん、幻、真のとか
あー それ言うとなんかいろんな会社からちょっと言われちゃうんですよ。そこは正規みたいに勝ちできないんで、ナンバーワンかつオンリーワン、ナンバーワンもあの勝手に歌えないんですよ。出たるんですかっていう感じになっちゃうんで。じゃあオンリーワンとか、あとなんか惜しくなさそうじゃないですか。ガが強いというか1位トップ、金言われた めっちゃいいやついた、めっちゃいいやつだった今の。違う、発言しなかったやつのせいなの。あのー、てかさ、めっちゃいいやついた。しかもちゃんと金って違った時にちゃんと驚きの顔して豚麺、あんた豚麺っていうの。豚麺、私豚麺。豚麺、うん、同じ地域なのね。関西なんだよね。うん、豚麺。こちら、うん、私たちの幼少期を支えてくれた、支えてくれた、マジでね。豚麺さんのなんか大きなカップラーメンバージョンを出ていたので、うん、ちょっとドキメてしまいました。ドキメてしまいました。焼きそばっていうのもあって、うん、買ってみました。うーん、ブイッ。私これ大好きです、セブンイレブンさん、粗挽きビッグポークフランク。よいしょ。たまにさ、違う種類のさ、フランクフルト出るときあるじゃん。うん、あれちょっと違うんだよね。あ、そうなの。なんか粗挽きビッグポークフランクじゃないか、やっぱり。あー、パキッと感もある。そう、なんかね、違うのよ。うわー、うわー、ウィンナー食べたい。食う、うん、いいよ。どうやって抜けばいいのこれ。いいけど、あ、じゃあさ、じゃあさ、あ、ここ、ここ、ダメみたいに。え、ほらっ、ほらっ、ほら、来た。わかった、立った動いてるだけでこれ大事ですよ、皆さんやってるふり、出来上がり、うん、うん、おー、うまい、うまい。なんかあの本当に豚麺が焼きそばになった、ね、あ、お茶うめえ。私が必ず多いお茶です、皆さん覚えておいて。で、あなたはいつも優しい麦茶です。これ優しい麦茶あった時は最高。うん、これはもう本当に豚麺。あ、そのまま、うん、だから憧れだったんだけど、なんかめっちゃちっちゃいじゃん、その本来の豚麺ってさ、うん、もっと食べてみたいな感じだったじゃん。でこうなったらこうなったら違うんだ。あのね、私はあのちっちゃい派なの。わかる、あのサイズだから、もっと食べたい、だからうまいの。これもそうでしょ。これペットボトルだったらまた違う。いや、いらないと思う、そんなに。そういうのあるんだ。そういうのある、あのサイズだからうまいみたいな。うん、やっぱコーラ飲むの分かる、そう。じゃあ、まあその飲む、うん、仕事として言ったの、うん、別に、うん、飲まないとね仕事だからしかも見て、このね、本当に愛を伝えたいですけど、うん、瓶コーラ買ってます。瓶がいっちゃうまいんですよ。そう、本日も、あー、いい音、心して、あーやっぱもうやめられない、やめらんないね。コーラがない人生なんて嫌だ。うん、でも喋りながら食べるとお腹いっぱいになってくる。わかんの。あの、食べなくても夜食べることになっちゃうかもしれないって、ごめんねって感じなんだけど、紹介、うん、はするね。うん、やっぱり旨辛キャベッキュー、うまい、これ、うまい。あの、ほんと旨辛っておっしゃってるんですけど、ほ、うんとそうです。そういうことかって感じ、そういうことかって感じ。その赤いさ、やつ食べたら辛いんじゃない。うん、レベル全然辛くない、レベル 0.5 と、うん、辛い唐辛子が入ってるけど、それ食べたら辛いんじゃない。確かに、それ食べれるの、ほんと食べれる。待って、辛い、辛くない、来た、そうね。でも食べても全然、うん、レベル1、レベル1、あれ、あれ、5、え、あれね、なんかね、浅漬け具合がちょうどいいの。あっさーのが好きなの。うん、うん、そしたらこれ夜ご飯にする。うまい、うまい。麹味噌マヨネーズ入り野菜スティック大好き。このマヨネーズがうまいんだよ、うん、え、何が好き、この中の野菜で。大根、大根か。うん、あんたは人参。うわ、リが一致したね。うん、一致したよね。うん、うちそんな大根いらない。いつもさ、人参あげるよね。うん、
ザーサイ、セブンのザーサイもうまい、ファミマのザーサイもうまいけど、横浜屋のザーサイもうまい。あれに勝てるザーサイないで。確かに確かにな、うん、横浜屋のザーサイはマジで唯一無二だわね。マジで横浜屋のザーサイを食べたすぎて これ買ってる節もある。あーわかんの。ニコちゃんさ、ネイル何時からだっけ。6時。6時じゃあ、うん、6時半に、うん、ご飯予約したよね。あ、待って、あの多分6時半も20分ぐらいで終わるでしょ。ほんなどんな施設ぶりじゃない。じゃあ20分で終わる施設ある。いや、なんか張り替えるの。張り替えるとかじゃないんですよ。爪なのこれ。これうちの爪なんだよ。だってこれ上からなんか貼ってんでしょ、爪の上に。塗ってんの、うん、塗って固めたりしてんの。これ触ってみる。硬いシールね。確かに硬いでしょ。剥がせんじゃない。剥がせないよ。てかその爪さ、なんかあんま好きじゃないから今剥がせない。ねえ剥がせない。剥がせないのこれ。なんだよ強気持ち強ってか剥がしていけばいいんじゃない。え、そういうできないの。機械で使うのかな。何どくそ。え、じゃあ何の素振りってこと。無理ではないよ。だから6時からって言ってんだから7時半って。6時半しか予約空いてないんだけど。どこ行こうとしてんの。ご飯だよ。わかりましょう。コンビニチキン界の中で性能じゃない。性能じゃないこれ。コンビニチキン界の中で大優勝のチキンはせーの、ファミチキ。ファミチキさ、いつからかさ骨なしになったじゃん。てかファミチキって骨なしじゃないの。もともと私がね、日農研に通ってた頃。そう、あれは出た小学校秀才だった頃。秀才だった頃。あの時あのコンビニで骨付き食べてたんだけど、うん、あの時ね、あれだったの、ケンタッキーみたいな、うん、骨付きだったの。マジうまかったよ。私ね、骨付きのチキンがあんま好きじゃない。食べにくくて。あ、そういうこと。だからいつもケンタッキーでも骨なしケンタッキー食べちゃう。あー、はい骨の食べ方わかんないんだよね。わかるわかる。綺麗に食べれない。ニスとかそういうのうまいよね。うちの缶もめっちゃうまいんだよね、うん、なんかもうトゥルッて骨だけになるみたいな。そうで、骨があった方が骨と肉の間のこの脂というか、あー、そうね、柔らかくてうまい。セブンイレブンで味噌汁を飲むとなると青さか海苔を選ぶんですけど、青さがすごい好きなんだよ。青さが好きなんだけど最近出たんちゃう多分。そうこれ、うん、で私青さがないから海苔を選んでたんですね。はい。で最近青さが出てたの。あで、だから何もうさねただワンちゃんとおばあちゃんが来た。だからその音かな。あ、ドア開けたりとか。そう、そっちそっちそっち。変な住人だと思われるわ。あっちからすらこっちの方が怪奇現象だよな。そうだよ、もうめっちゃ合ってるからさ、うんうん、この階の人って大体わかんない、うん、誰が住んでるか、うんうん、どうも合ってるから。おかしくなっちゃったのかな。最悪で、次会った時にちょっとなんかって言われて、こんにちは、こんにちは、こんにちは、合わせる。男と変なやつだと思ったやつ。なんだ、ごめん、紹介して、ごめんなんだっけか。あ、青さがね、もうどうでもいいですもん。青さが好きです、私は。マジでさ、頼むて。どこ置いとけばいいのもこれ。しかもこれも倒れてきたんだべ。そう、これも倒れてきたんだよ。あんま倒れることなくない。こうなってんのよ、壁に、うん、壁がこっちだとしても、うん、こうやってもたれかからさしてるから、うん、これがこういくって何って話なの。確かに。でトイレもそうじゃん。そう、トイレにも絵か飾ってあるんだけど、それもこうやって立てかけてるのに、その絵だけポンっていくのよ。絵の前にさ、なんか置物があるんだよね、こんぐらいに。あ、そう、ちっちゃいね。で、こう絵がこうなってた。これが倒れるんだったらこういくはずやん。そうそう、ずり落ちてとかだったらさ、一緒に全部落ちるとかあったらあかんけど、これだけこう来てるからね。そう、これ倒れた時もこのサングラスで無傷。えパンだから飛んでんす、一回こういうこう描いて倒れた。ビトンの絵に、ビトンのくせに。懐かしくないこの絵。懐かしい。ビトンだね、やばい。これビトンの絵ってすごいね。3万円ぐらいだった。3万円ぐらいだった。なんかさ、ビトンで3万円って言われたらちょっとリーズナブルな感じしない。な感じするけど、紙なのこれって。で多分印刷されてる感じなの。それで3万円です。懐かしくない。もうルイ・ヴィトンだからね。
ここでしょ、もうここに。だからルイ・ヴィトンの生地が入ってるとかだったら分かんない。いや、分かる分かる分かる。ちょっとでもね。いつも使ってます、この生地みたいな。そうそうそう。どんなこと言ってるか。さぞすごい人が書いてる。え、違う、聞いて。さっきさ、TikTok 見てて、すっごいお金持ちの人の家のルームツアーみたいな。はい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 。このシャンデリアがいくらいくらで、2000万ぐらいですかねみたいな感じで言ってて、で、玄関に、本当に真っ黒に塗られてる絵。で、ただ線が、白い線がピュッ。入ってるだけの絵が飾られてて、うん、これがすごいんですよみたいな、うん、これは5000万ぐらいですかねみたいな。ごめん、かける。さすがに、さすがにかける、うん、あのこういうのはさすがに無理、私絵苦手だから、うんうんうん、センスあるもんね、自信ない、うん、黒に線が描いてあるだけ、私が描いたって分かんないはず。本当にその、ね、絵の世界って私多分ね、そう言っちゃいけないんだよね、こういうことに。そのアートに、アートあるのよ、そのなんかあるから、そのなんかこう下手なこと言えないのかな、ね、言えないけど、うん、普通に庶民の感覚からしたらなんでってなった、なぜ5000万、その価値とか意味が分かったらなるんじゃない。確かに、うわこれやばい、針が全然違う。こう光沢感とか光のその反射の仕方とか全然違う。しかも作家で、作家がやばいみたいな、そのあのしめじ瓦、しめじ瓦さえずりが描いたやつ、あの風の時に描いたんです。なかなかないです、風の時は誰も描かない。さえずりって基本怠け者なんですよ、なのに風の時にも描いたってことは相当な、もう制作意欲の塊ですね。これ多分二度とその同じ状況で描かれた絵って出ないと思うんですよ、今後。さえずり瓦先生のその、あ、違う、しめじ瓦先生、しめじ瓦さえずり。うちらがもし何かの手違いで絵の座談会みたいなところに混ざったら、間違えて入ってきちゃったの、座談会に、うん、引っ越したそのマンションの界隈みたいなのがもう絵画界隈で、普通にお食事会かなと思ってた。そうそうそう、で、ひろさん絵好きとか言われて、なんか、あ、はいみたいって言ったら、本当？じゃあ今度さ、座談会というかお茶会というかするんだけど、ホテル来ない？あ、え、ぜひ、うん、で、すごい、いや、本当今日はひろさんが絵好きって、あ、はい、なんかそのなんだろう、本当そんなあれですけど、うんうん、いや私たちもそんなだよね、なんか本当にちょっと美術館行くとか、それぐらいの程度ですけどね。いやいや、一緒です一緒です、うん、え、じゃあ、はい、これちょっと見せちゃおうか。え、これね、本当にちょっともう持つのも恐ろしいんだけど、ドーン、これ、そう、あ、いいよ、写真撮っていいよ。あ、え、そういいですか、私もじゃあ、うんうんうん、作者が、はい、ベーコンストロベリーさん、あー、のあの手法だから、こういうカラーはよく使うよね、使うよね、うん、そうなんですね。何が珍しいってっていう部分があるんだけど、明らかにわかる。バッグの持ち手とか違う、うん、足組んでんの、パトリ、ベーコンストロベリー、あ、さんの作品、私ごめんなさい、あんまり存じ上げてなくて、え、入門じゃない、うん、ベーコンストロベリー、どんな、ね、今のね、高校生とかでも分かるレベルだと思う、本当にゴッホとか、はい、そのレベルだから。すいません、私の知識不足でした、それは。どんな絵を描いてらっしゃる、多分絵を見たら多分分かると思う。ちょっといつも座ってる人の、座ってる人の絵を描いてる、はい、あの独特な、見たことない、あ、座ってるやつ、座ってるやつ、わかります、わかります、うんうん、そう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 、うん、わかる、はい、わかります。どんなの、あの水辺みたいなやつもありますよ、なんか海、あ、だだだ、ありますよね。あの作品もすごい、私も、そう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 、大好きです、はい、で、絶対いつもさ、これさ、上半身はないのがあるんだよね、あるんだよね、ないのが珍しいですね、そう、ないのが珍しくもないんだよね、はい、そのシーズンで出るは出るんだよね。で、これの珍しいところ、足組んでるの、そう、いつもさ、書かれてる人って男、うん、男のような女の人ですよね。男なのね。私はなんかまだ珍しいところがあるんですか。あるよ。え、この作品って知ってる、はい、で、ここの椅子、わかる、
椅子、はい、椅子わかります。これ何が違う？これあの夏ですよね。冬ですよね。え、これは何に見えてるの？これは何だと思ってる？背もたらべだよね。だよね、ですよね、うん、何の椅子だと思う？ビーチサイドにある椅子に見せてますよね、これね、多分ね、その初見からしてるか、まあ、サウナの椅子なのね。サウナの椅子。あ、はいはい、そういうことですね。サウナだけど私はバッグも忘れない、ドレスで行くよ、ハイヒール履いていくよではないんですよね。本当にこれ難しいところで。何してんの？俺この絵に何が意味があるんだろうね。いや本当に考察とかしたいかも。じゃあ逆に、確かにね、意味があるものにしたくない。だって考察ってめっちゃ自由じゃん。そうだよ、自分が思うような感じたものを、それがアートなんじゃない。でこの絵を見て私はすごい勇気をもらいましたとか、これがこうでこうで勇気をもらったとかいう人がいるかもしれないからね。いやそうだよね、うん、この絵の素晴らしさが分かる人間力みたいな話でも、じゃあ多分そんなにつけてない。それそうそうそうなの。色使いとか、うん、デザイン性が好きとかなっちゃうけど、でもそれでもいいと思うよ、うんうんうん、アートの楽しみ方はそれぞれだから、そう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 、それがアートだから。そう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 。ちょっと左側に座ってない？なんで？遠慮がちな性格。私はね、うん、こっち側にお目当ての人がいるのかなって思った。こういう人、確かに、でこっちに隣もいるはずなのこれって、うんうんうん、けどもう目もくれない。背向けてる？そう、背向けてる。これどうやってくるの？意外とこうやってくるの？ええ本当だ。え意外と左上じゃない？左上じゃない？うん。えだよね。うん。えあ、右が上？右が上だ、これ。なんかどっちにも見える、やばい。ねどっちにも見える。あ、いや、左もこっちにも。え、そうだよね。うん。でもさ、足の形さ。そうなんだよ。右と左って言ったら、あ、左が地についてる。そういうことじゃない。気づいちゃった、気づいちゃった。わーい。しっとり卵蒸しパン。私これ大好き。たまにすっごい無性に食べたくなる。もうなんか優しい甘みと、うまい素材の甘さ、うん、なんか食べたくなる。なんだそれ。なんかもちもちすぎて。私はね、セブンに行ったらまあ100発100中ぐらいで生ハムロースを買いますね。あー結構うち買う、これ買うくない？うん、イメージあるよね。なんかマリパとかゲームとかするってなってもね。やばいじゃん。最近やってますすぎ、メンバーかけてんだよ。あ、そうだ、連れが俺の連れがさ、そう、実家帰ってるでしょ。そう、実家帰ってるから。おにぎり部門で言うと、うんうん、カニカマ好き。カニカマ好き。カニカマ、カニカママヨみたいな、あの、カニ寿司みたいな、なんかあれうまい。あれうまいね、マヨネーズ入ってるやつ。あれうまい。なかったんだよ、なんか。なかった。あれうまいんですよ。あれうまいです。ちょっと酢飯みたいになってるやつよね。うざい酢飯じゃないんだよ。そう、ちょっとお寿司気分。うん。あと納豆巻きも好き。納豆巻き大好き。一口ソースもんじゅ。もんじゅ。もんじゅ。これマジでうますぎて、こいつだと始まんないの。うん、これうまい。あとは、このコンビ。でもさ、セブンといえば。そう、セブンといえばもうこれ。このね、もうコンソメもマジでうまいし、濃いのよね。で、このチーズもマジでうまい。濃い。濃い。濃いチーズがいい。あー、すごい。うまっ。うまっ。私、チーズ派。うわ、出た。あった。これはもう本当に殿堂入り、殿堂入り。多分どこのトリュフナッツも勝てないんじゃないかって思う、うん、トリュフは濃いの。これうまい。香りすごいよね。爆買いしてたよね、いつも。これ爆買いした。てかうち今も家にストック超ある。あ、そう。ナッツだから罪悪感少ないじゃん、うん、だから編集とかでやべえ、もうめっちゃお菓子食べたいわってなっちゃう時にこれ。これは大好きな話。それうまいよね。セブンじゃなくても売っている。これさ、ジップロックとかに入れたらさ、持つのかな。ああ、絶対持つでしょ、そっちの方が。さすがにそれ持つ。うん。コストコとかで分け与えるお母さんみたいなね。うちのおかんがあるかもしれないけど、うん、なんかママ友さんと、うちのコストコ行って、うん、みんなで買って、なんかこういうジップロックにパンとか詰め込んで帰ってくる。ああ。でもそっちは分かんないかな。そう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 。あのさ、12個入りのクロワッサンとかって、うん、食べないですね、正直。賞味期限もあるから。そうそう、だから4つずつぐらいで分けたらさ、ちょうどよくなる。いいね。じゃあとかママ友とかできんのかな。できないんだよ。できないんだよ。愛しすぎだろ。あんたのおかんのママ友誰？あかねちゃんっていう、なんかハワイのママ友いる。あれ誰？なんかいつもなんかうんうんって聞いてたんだけど、うん、ハワイに住んでるあかねちゃんっていうママ友がいる。
あかねちゃんがママなの？あかねちゃんがママ子供なの？あかねちゃんのママなのかな？なのかな。でも私あかねちゃん全然なんかその知らないんだ。うん、絡みない。絡みないの。誰？何とも聞いとこね。あかねちゃんって誰？そんでさ、おかんがさ、何言ってんの？誰？言ってたじゃん、あかねちゃんって。は？おらんで、そんな友達。でもほら怖えから、本当にあり得るよ、勝手な記憶で。イマジネーションフレンドみたいな。イマジネーションフレンドだっけ。ああ、イマジネーションフレンド。私が怖いんだけど、何を見てたの。私はちっちゃい頃ね。でも本当にあれらしいよ、子供は見えるっていうじゃん、赤ちゃんとか子供って、うん、だからその友達が見えるらしい。でも正直見えたことないよ。だから分かんないじゃん、見えてるやつがそうかもしれないじゃん。あ、そういうこと。こうやって普通に私のこと見えてるでしょ、うん、これがイマジネーションフレンドかもしれないよ。え、怖くない？え、それ超怖い。え、そんなことはないの。さすがにだって平成フラミンゴとしてさ活動してるから、みんな見えてるもんね。そう、うちはないけど、わかんない、そういう存在がいるかもしれないし。そういう疑いがしたらやばいよ。やばいよ、それは怖い。今何してるとか言ってさ、うん、あ、ね、かなことサウナ中とかって写真撮ってさ、うん、いや、ええー、って一人や、わら。そう、ボケんないみたいな。確かに怖い。え、あのね、うん、ちょっとネタバレしていい、変な家の。いいよ。変な家のシーンであんの。ネタバレですよ、皆さん。ネタバレですから、うん、あの飛ばしてください、ね、今してる。そう、チャンネル登録してください。そう、変な家、うん、でさ、この間取りなんだろうみたいな、うん、変なの間取りだねみたいな。で、これって多分殺人ハウスだと思う。殺人をするための家だと思う、うん、っていう感じで、その主人公の YouTuber が、うん、その謎を解いていくみたいな、うん、でその中で殺人ハウスなんじゃないっていう予想を立てるんだけど、まあなわけないか、うん、ってなった時にニュースで近くの雑木林でバラバラ死体が見つかったと、うん、え、この家なんじゃね、うん、ってなった時に女の人から連絡が来て、うん、その事件に心当たりがあります、旦那が連れ去られましたみたいな。そう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 。その事件に心当たりがあってっつって、うん、その人に会ったら、うん、旦那が行方不明になってて、その雑木林で見つかった死体が私の旦那ですと、うん、なので謎を一緒に解明したいんで、私も一緒にいいですかみたいな、うん、ってなって、その主人公の YouTuber と一緒に変な家に潜入するのよ、うん、その売り物件で出てんだけどね、うん、その変な家っつうのは、うんうん、勝手に侵入しちゃうので、侵入して隠し通路があるんじゃないみたいな予想を立ててたの、うん、で、隠し通路があるとしたらここなんだけどみたいな、うん、で、こうやってこう、棚をさ、こうグーってずらしたら、うん、本当に隠し通路があって、うわ、本当にあるみたいな、うん、ってことは本当にここは殺人ハウスなのかなって、うん、ってなった瞬間電話かかってくる、うん、で、それが建築家の知り合いの、うん、この家ってさ、どういう家だと思って、それを殺人するような家なんじゃないって予想を立てた、うん、建築士のやつがいるんだけど、うん、その人から電話で、今一緒にお前がいる女の人について調べたんだけど、雑木林で亡くなった死体の人、奥さんなんていないよ、うん、どういうことってなって、つまりお前が今一緒にいる女の人は得体の知れない女ってこと、うん、だから今すぐそこから逃げよって言って、なんか、でこうなったら、うん、すいません、いや、なんかそのなんかびっくり要素ね、そこはケツさん、ここにいるの、うわーって逃げるみたいなシーンがあるの、うん、それ超怖くない、そのシチュエーション。想像しちゃったの、その時になんか、例えばさ、あ、リオさんみたいな感じで急に家に来て、うん、ニコちゃん、あ、西の、あの親戚のはるかですみたいな、うんうん、今あの西の家行ったんですけど留守でみたいな、連絡繋がんなくて、そしたらちょっと出ちゃってるから、あのリホン家に行けって言われちゃって、うん、大丈夫ですみたいな。でリホンさ、うん、あ、まあじゃあ仕方ないかって言って、うん、あ、いいっすよっつって家に入れて、うん、なんかへーみたいな、もうお茶とか楽しんでて、うん、そしたらうちから電話かかってきて、え、てかさ、リホさん、あの今度の動画の話だけどさとかって電話で、うん、え、いや、じゃなくて今あんたはるかちゃん来てるよみたいな、うん、え、誰はるかって、え、なんかあんたの親戚のはるかちゃん、え、ちょっとそんな親戚いないよ、え、はるかがタイミング早かったか、じゃあ今私がいる人って、やばー可愛くないじゃん、はるか、めっちゃタイミングかかった、いつ行こう今だ今だ
そう、怖くない？でもそれはうちらだったらありえないわ、それは。さすがにごめんって言ってくるじゃん、絶対先に。そうだね、あのマジで申し訳ないんだけどちょっと待たせてくんないみたいな、うんうん、絶対ここあるから。その他の人だね、うちら以外じゃね。誰だった騙されるのかな。細田のいとこですか、妹ですか。うわ、いやでも細田ないか。リバティに行ってくださいなんだよ。確かにな、確かにリバティ行ってくださいよ。それはリバティ行った方が早いですよ。今一緒にいた人がヤバいやつだったみたいなさ、怖い。しかも密閉された空間で、こんな家の中とかで。こういうのは例えばじゃあ、うん、誰かとコラボするってなって家で撮影するみたいになってて、で住所教えてもらったりとかで、住所通りに行ってピンポーンみたいな、で、はいみたいな、あ、ヘイフラのリオですみたいな感じで、あ、はいって通されて、うん、ヒカキンさんはみたいな。ヒカキンさんってどう思った？ヒカキンさんってみたいな、うん、あ、今出てるんで、あの戻ってくると思うんで、ちょっとしばしここで休めてくださいみたいな感じで、なんかコーヒーとか出されて、うん、そしたらヒカキンさんから、あれ、リオちゃんまだかな、なんかあったみたいな連絡が来る。え、いや、今中にいますよみたいな、うん、中はどういうことみたいな。ヒカキンさん、どっか出られてるんですよね。え、これ家にずっといるよみたいな。あれ、何号室それみたいな。501じゃなかったでしたっけつって、あー、ごめんごめん、5001だから。あ、めちゃくちゃ50回言ってた。違うよみたいな。え、でもおい、死んだ。たまたまピンポンしたやつがもう殺人鬼で、うわ、最高。で、うまく起点聞かせて話し合わせた。あ、はい。そしたら眠くなってきてるのか、あれ、私ヒカキンさんじゃ、いただけるって起きたらこう、目が覚めてみるから、これがお前のデスゲームを始めてば勘弁されてきて、ここは行こう。聞け聞け、ようやく目が覚めたんだな。今からお前に静かにしろ、静かにしろ。よっしゃよっしゃ、うん、ほなね、そういう感じで、はい、セブンの、はい、おすすめ商品でした。はい、もし好評であればね、うん、いろんな他のコンビニさんもやろうと思いますので、はい、どうでしたか、どうでしたか、うん、感想コメントなんかに書いてみてください。そうそう、ぜひ食べてみてください、うん、人の好みは様々ですが、食べてみたことがない商品があった方はぜひね、これを機にね、挑戦してみてください。ね、ぜひね、食べてみてください。うん、新たな発見があるかもね。そうそうそう、意外なとこにあるますからさ、うん、好きなものしか食べないでしょ。そうよ、挑戦してみて。そんでさ、今度はサファミマローソンとか行ってさ、おすすめ商品さ、紹介してこう。うん、よし、では、はい、せーの、バイミンゴー。やめればって話だね。そうそうそう、それではマイミンゴとかやめればいいじゃん。じゃあもうスパンって言ってもいい。言いたいんだよね。言いたいんだよ、最後は。でもなんかよしってなるとさ、うん、よし、じゃあそれではマイミンゴってなっちゃうからね。から流れでやろう、うん、はいはい、それではマイミンゴー。 YouTuber って大体そうじゃない。そうだよ、大体みんな慣れてて、みんなさ、もうさ、だんだんさ、最後のセリフになったらさ、そうそうそう、もう合わせるじゃん、うん、なんか、はい、ということで、はい、チャンネル登録、まだの方はチャンネル登録、コメント、グッドボタン、高評価お願いします。わかる、わかった、それでは、今日の動画はここまでです。はい、チャンネル登録、まだの方はチャンネル登録、コメント、グッド評価、なんてさい、お願いします。お願いします。じゃあね、グッバイ。それではバイミンゴ、もう終わりです。変わるよ、時代は変わってく、時代変わってく、うん、よし、じゃあそれではバイミンゴやるんだみたいな。